取り上げられちったよ。そういえば2階にもあったな。鍵かかってるとこ同じ鍵で開くかな。一応確認だけしとこ。あ、ここにもあったんや、試着スペース。ドアを開ける。こっちは違う鍵か。あ、いけるわ。開ける。なんかアイテムないかな、実用的なやつ。すいません、明美でーす。あ、なさそう。いや、ないことあるか。怖っ、びっくりした。マネキン怖っ。そういうのやめてほしい。あ、なんかある。これなんや。あ、懐中電灯や。やった。これは嬉しいな。懐中電灯いいですね。懐中電灯を手に入れた。まあ、見るけど、だいたいわかるけど。まあ、いいよね。LED の懐中電灯いいよね。ってことですね。わかるわ。いいよ。怖、びっくりした。もうマネキン怖い、もう。地震より怖い。カメラアングルも怖い。あ、おっと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 。おるやん。こんにちはーす。おい、探しとったぞ。どうしよう。日が夏美が。うわ。ごめんなさい。私に何か用ですか？美少女しかおらへんけ、このゲーム。やっと見つけたわよ。手間かけさせるわね。やっと見つけたわよ。手間かけさせるわね。ブチギレ。すみません、すみません。もうたまりにたまったストレスが。一回死んだわ、お前のせいで。山内さん。あ、見つけたわよ。見つけといたわよ。舐めてんじゃないわよ、本当に。死んだわよ、一回。学校に戻りたくない。あ、何よ。死んだわよ。先生。死んだわよ。命が失われ…先生、それにヒロコも無事でよかったです。ヒロちゃん、あなたたちも。先生、これからどうしますか？化粧をミスっている。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこをくぐっていったら通れそうに見えませんか？前から行け。あそこをくぐって行けば向こうに出られるんじゃないですかね。お前から行け。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。被害少ない順に行け。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかも分からないし。そういうことなら、ヒロコ、最初に行って見てきてよ。秀美さん、それは何言ってるの？そんな、ひろこちゃんが一番美人じゃない？わかりました。ダメよ。ちょっと待って。それなら私が行くわ。今まで何回も東海物に挟まれても必ず助かってきたんだから。不思議なパワーでな。なるほど。ちょっといじめられてる感じなんかな。カーストが低いんやろうな。いちいち立ち振る舞いが鼻につくから彼女が行けばいいんじゃない？こっちか。いや、でもこの子いい子やから、さっきはちょっと切れた、もうストレスが、フラストレーションすごかっただけやから。任せてください。私が最初にくぐります。任せてください。私が最初にくぐります。謎の使命感。ありがとうございます。気をつけてくださいね。来るな、ぐいぐい。全校っぽい。全校か、それ。なんで、なんで全員一致で OK になったの？あ、本当？じゃあよろしく。展開のあやでこうなってしまい申し訳ありません。いや、もう任してくれ、ひろこちゃん。ひろこちゃんが一番可愛いな、今んとこな。ひろこちゃん。悲壮感がない女性が気になる。ちょっと待って。悲壮感がない女性、どれ？ちょ、俺同じ言葉を繰り返している女性や。悲壮感なやつどれや？ちょっと、ひでみじゃない。ひでみは大丈夫。もや、悲壮感がない。写真撮っとこ。今んとこ悲壮感なやつが全体的に写真を撮る傾向にある。行くぜー。あ、はぁー、はぁー、不当の人。地震起きたらしゃがむようにしてるからね、日頃から。ふぅ、危ない危ない。
死ぬか思ったで。あ、でもこっちから先進めそうだね。いやー、先陣を切ってやったわ。安全よ、来るやん。ガンガン来るやん。なんで最初に行ったん？ここもすごいわね。意味あった？あれをくぐらないといけないの？そうだよ。行くぜ。次から次へとよ。お前がなんでこんな、そんな頂点にいる存在なんやろ。なんで置いてくねん。なんで追い返、え、なんで振り返んねん。え、なんで急にそんな余裕になったん。怖っ。え、だってその位置危ない位置じゃん。なんであんなに震えまくってたのに急に早くみたいになってんの。わからん、こいつら。わからん、怖い。わからんけど、こんなとこにセーブあるってことはやばいのかもしれん。お、大箱。大箱通り、セーブしときましょう。ビビっとんちゃうぞみたいな。行くよ、わかったよ。エリー、こういう時は先生についていくものよ。こいつは別になんかおかしなことをしてない。一人だけおかしいのお前やからな、ヒデミ。一応言っとくけど。この集団の中でお前だけが不穏分子やからね。進めるかしら。ま、任せてください。私についてきてください。判断力に優れる。なんや、また新たなる障害か。次は何や。進めるかしら。もうそればっかりや。ちょっと楽しいなってきてるやろ、お前ら。押すわ。そんな中、押せそうなサイズのトラックがある。押すぞ。みんな押すぞ。トラックを押そうとしたその時。ああ。しかし諦めない。周囲の油に火がついた。うおー、実際はなりふり構わず起動しているふりだけする。先生、ほう、炎が、なんということや、えらいことや。火をついてむしろ引いてみる。火が先生、今だ。初めての協力者。うん、もう今まで生きてきた中で一番悔しかったことを思い出しながら襲う。うわあ、あけみー。ん？夢中で自動車を押した。その結果、露骨に手抜いてる。てか、なんか引っ張ってるから。完全にこの車、こう、なんかちょっと左側に行くよ。左側を視点に、反時計回りにぐるって回るよ。あ、行った。行ったんや。なんで幸子疲れてんねん。邪魔しかしてへんの。ん？うわ、もう街ぐちゃぐちゃや。何よこれ。さっきの場所よりひどいじゃないの。なんで全然救助けえへんねん、この街。もう戻れないじゃないの。絶対絶命やな。あ、でも一応人はおんねんな。なんで救助けえへんねん、この状況で。すごいな、この街。みんな気をつけて歩くのよ。ふう、いやー、えらいこっちゃで。何をどうしたらこうなったんか全く分からんけど、まあまあまあ、結果的に助かったならええわ。助かったんかな。ああ、お昼。素敵な出会いがあるといいな。非常持ち出し袋。あ、これなんかタイトル画面の。やってきた街の様子を見て、私は。完全に別人やけど、タイトルのこと。思ったより被害は小さいわね。嘘。え、こんな特撮の舞台みたいになってんのに。
ここも被害がひどそうね。ここも被害がひどそうね。なんかさすがにヤバい選択肢なかったな。状況が状況だけにふざけられへん、さすがにって思ったんやろな。冷やし中華始めてるわ。あ、夏か。そういえばセミ泣いとったな、今更やけど。私は今朝っていうか、何やったらこのゲームサマーメモリーみたいなタイトルやわ。位置関係は分からないけど、とにかく何をどうしたらそうなん。遠い町から、うん、やっぱり出会いを求めるためには遠い、ま、とてつもなく遠いところから。私は今朝とてつもなく遠いところからこの町にやってきた。飛行機で来たから。海越えたわ。いやー、昨日までの私は大変なことになってしまったわ。ただ絶望の日々。いやでもやっぱ何やろうな、特に何かをするでもなく無意に過ごしてきたな、やっぱりな。昨日までの私は特に何かをするでもなくな、やっぱり無意に過ごしてきた。そういうとこあるわ。宝石空港から着陸したわ。そこで今の私は、そこからバスに乗って出会いを求めてたわ。今の私は、どうなってもいいよ。早く戻って大切な人に会いたいと強く思っている。それがおらんから来とんねん。でも日常も取り返したくない。なんか好きあらば出会いが欲しい。だからよくわからん。今の私はどうしたいかよくわからない。さすがにあんまりふざけられへん。状況が状況だけに。そろそろ。まだあんのかいな。なんや。ここに来ても仕方がない。行くか。あまり気負うのは良くないな。さあ出発だ。さあ出発だ。明るく行こう。どうしたらいいかわからんと思ってるやつではないよな。いや、自分を奮い立たせるために声出すタイプやから。うなだれている。パニック。あ、もう地震に鋭く反応するよ私は。お前イケメンちゃうか。おい、ちょっとイケメンには片っ端からアプローチしていこう。こんにちはーす。イケメンですか、もしかして。こんにちは、イケメンの方、こんにちは。すいません、薄井幸子と申します。よろしくお願いします。先には進めないよな。土下座にしか見えん。お、そうね。しゃがんで。でも周りの人が立ったからもう大丈夫。周りのやつがしゃがんだらやばい。思っていた以上に大変な地震だったようですわね。彼女を見て私は、正直言って私の好みのタイプだ。もうこの手の選択肢あったらすぐに選ぶから。秀美、これ本当に帰れるの。彼女を見て私は、見ていると猛烈に腹が立つわ。よし、秀美だけはない。申し訳ないが秀美は NG。 店の人間はどこへ行ったんだ。あー、どこ行ったの店の人。でもこの状況でも律儀に並ぶの日本人やな。なあこれ、 な海外やったらもう商品全部ないやろな。トイレット。お、トイレに入れるんですね。入れへんやん。トイレの中からうなり声が。よっ、頑張ってるわね。お、ありがとうよ。あれ、紙がないな。トイレットペーパーか。なんで俺がこいつのためにトイレットペーパー探しに行ったらなかんねや。うおー、危ない。余震がえぐい。繋がらないな。
ああ、もう携帯もあかんのか。携帯あかんってよっぽどやな。大きなビルが倒れてくるようじゃ。セーブポイント朝顔。え、じゃあさっきのセーブポイント何やった？そういえば私枯れ線女子なんですけど、ストレス欲求的なんて大丈夫なんですか？腹ほどほど、食欲旺盛、排泄欲求は大丈夫。お腹ちょっと空いてしまってんねんな。こんにちは。赤ん坊を抱いている母親。いやー大変やな、この状況。っていうかさっきまでの私と似てますね。あなたのその髪型、クローンみたいないっぱいおる。消防車が走っていったみたいだけど、火事でも起こってるのかしら。あ、先生、どうしたの先生。あなたですか。どうやら辺りの道路は全部崩れたビルで塞がってるみたいですね。こんなことになる。日賀先生、日賀先、あれヒロミは。ちょっと先生、私たちここに閉じ込められてるんじゃないですか。さすがに考えいな。家に帰りたいよ先生、なんとかしてよ。落ち着いて、焦って無理をしないようにしましょう。うん、でも秀美が一番人間らしい感はある。手を洗いたいのですけど。お前何言ってんねん。どこも水が出ないんです。なんとかしてくださいませんか。何を言うとんねやこいつ。さっきの地震で水道が止まったのね。気になるならハンカチなどで拭いておいてください。え、私は水で手を洗いたいのですけど。ええとこのお嬢ちゃんだやろうが。大きな地震が起きたの。今まで普通にできたことはできないと思っていたのに。歴戦の猛者。また大きな余震があるかもしれないわ。建物が崩れてくると危ないから、この辺りにいましょう。3回巻き込まれてるからな。先生、この状況なのに随分と冷静でいらっしゃるのね。今まで何度か被災しているからね。といっても倒れてきたものに足を挟まれて動けなくなってただけなんだけど。こいつ弟おったよな、元気してるかな。それまで頑張りましょう。ああ、でも私たち被災者になっちゃったんですよね。まさか自分がこんな目に遭うなんてな。ヒロミは？ヒロコったら。あ、ヒロコや。こんな大変な時でも一人で行動するなんて。ずっと名前忘れた。空気の読めない子よね。ごめんヒロコ、ずっとヒロミって言ってた。ヒデミや、ヒデミと合成してしまった。キメラ作ってた、ごめん。おったわヒロコ。ヒロコー、あたし幸子。どうしたのこんな時に。しかもよくこんな時にこんなヤバいとこ行くな。彼女を見て私は彼女の今後の展開に期待できそうね。確信しよう。いける。ヒロコいける。みんないなくなればいいのよ。もうはっきり言うたな。どうしたの？どうしたのヒロコ？ドヒロ。ドッピロ。どうしよう。なんかヒロコはみんないなくなればいいって言ってましたが、すごい破滅主義者でしたが。生徒を見て、私の急に比嘉先生がタイプに。水が使えないなんて困ったわ。なんでそんな水に。なんでそんな水に。あ、こっちも入れるのか。バックルームのドア開いた。ここにトイレットペーパーないかな。暗っ。人が死んでいる。人が死んどるんやけど。大丈夫ですか。死にましたか。水をくれないか。ないって言ってました日賀夏美が。残念ながら。あ、ちょっと待って、こいつあれか。顔に傷を負っている黒 T シャツの男か。なんか追われてた人や。かわいそう。かわいそうだな。よし。ま、それはそれとして。ん？なんか人が倒れている。あなた、しっかりして。
ダメみたいですね。悲しいな。横たわっている男性はとても苦しそうだ。私はさすがにこれは無理ね。いやちょっと待って、そんな嫌なやつじゃない。こいつはそんな嫌なやつではない。だから頑張って生き延びてほしいな。全校ポイント、全校ポイント貯めていこう。救急車全歩貯めていこう。救急車はまだ来ませんか。誰も呼んでいないのであるじゃない。大丈夫、知りません。こんな状況だから来れないのでよ。悪魔か。もうすぐ来ると思います。頑張って。そうですか。ダメそう。ダメ操作がすごい。救急車がもうすぐ来るよ。一体どうすればいいんだ。大変なことになっているね。そして私もここの先どうすればいいのかちょっともわからなくなってしまったね。店の人間はどこへ行ったんだ。俺このコンビニ何回行くんねん。でもなんかもうここぐらいしかないねんけどな。ういー、レジスターのお金を堂々と盗む。あれここか。あ、ここか。ここは来てなかった。あ、おった、誰かおった。くそ、店長戻ってきてください。トイレットペーパーの場所を尋ねますか。すいません、トイレットペーパー教えてあげるから先に怒っているお客さんの対応してきてください。この服渡しておきます。嘘。なんか、あ、ちょっと待って、なんかリュックサックみたいなのあるやん。いいね、オッケー、リュックサック。ちょっと待って、私ここで着替えなきゃいけないですか。生着替えやん。この店員リュック背負ってるやん。今思いっきりスーツで入ってきたやつが急にコンビニ店員の格好して。どこへ行ったんだ。早く言ってくれよ。うい、待って、持って行っちゃうぞ。来たぜ。さあ早くこのミネラルウォーターを売ってくれ。3000円ですよ。思い切ったな。3000円は思い切ったな。いやー、こんな時は無料でいいんかなって思うけど、さすがにまあ定価だ。ほら、受け取った140円をレジに入れておこう。全校ポイント貯めていこう。まだかよ。おー、次の客は自ら値段を計算し、一方的に380円置いていった。なんでやねん。レジに入れておこう。黙って持っていっちゃうぞ。落ち着きがない男性は自分の場になれいない机に720円を叩きつけていった。なんや。720円をレジに入れておこう。人間やから。買い物かごそっと820円。なんでみんなちょっとずつ値段が上がっていくねん。何を買ったんや。全部レジに入れるわ。410円をレジ入れるよ。できとんねん人間が。さて、よし。なんでコネトレとかできへんねんこいつ。無能か。トイレットペーパーの場所教えるね。バックルームの奥にあるよ。変な男がいて中に入れない。あれか、あいつか。水くれ言ってたやつか。水くれ、妖怪水くれおじさんか。じゃあ、やばい、やばいけどドア開けちゃった。ドア開けたから大丈夫よ。ちょ、早く。めっちゃ揺れてんのに。よし、あ、これか、トイレットペーパー。オッケー、手に入れる。そしてお前のことは無視。元気でな。
どんな気持ちやったやろうな。傷つき倒れて水をくれって言ってんのに横のトイレットペーパー無言で持っていかれて、ショックやったやろうな。この世に神なんていないと思ったやろうな。おい、ペーパー持ってきたぞ。誰だ。おお、ちょうどよかった。紙だ、紙をくれ。1ロール2000円よ。わかりました。全校ポイント貯めていこう。最終的に全歩貯め切って宗教開こう。薄い教を。いやー、助かったよ。店長かよ。お前さんが紙をくれたんだな。ありがとう、ありがとう。あ、バイトやと思われてる。汚い手を私の肩に乗せないで。困った時はお互い様やよ。困った時はお互い様です。バイトじゃないけどね、私。悪いな。お前トイレ使うなら気をつけろよ。水が流れないからな。えらいこっちゃ。さ、商売商売。なやこいつ。クソ、レジの金全部ポケットに入れたらよかった。なやあいつ。水出せ、水。とりあえず水や、今。いやー、派手に壊れたもんだな。というか、お客さん少な。まあいいか、どんな時でも商売商売。そんなんや。さあさあ、買った買った。美味しいお弁当が。ふっかけてる。ふっかけてる。確かアルバイトの千葉野崎さんだったな。完全に違うけど。完全に違うけど、そうですけど。そうです。アルバイトの柴野崎です。そうかそうか。うん。完全に違うけど。わしはここの店長の熊沢だが、当然知っているよな。すっごい自己紹介してきた。もちろんです、熊沢店長。もちろんです、熊沢店長。おう、そうよ。わしが店長よ。な、何が行われてんねん。お前、ここの店員じゃないだろう。わしにはちゃんとわかるんだぞ。こいつ熊沢じゃないんか。さてと、こんな時こそ商売商売。なんなんや。さあさあ、買った買った。おいしいお弁当がたったの5000円だよ。コンビニに関係のない2人組が店員ごっこを繰り広げている。多分こいつも店長じゃないんやろうな。水は？あ、水売ってるな。3000円か。まあ、こうたるか。こうたろ。水買って。ちょっと、弁当5000円はさすがに。まあ、今別にそんな食料困ってないし。こいつに水をやるか。え、優しい！天女やん。もう今んとこやってること天女。いや、ええことしてたら必ずね、お天道様が見ててくれるんや。いやー、もうね、情けは人のためならんねや。ありがとう。少し生き返ったよ。10億円くれ。黒い T シャツの男性は確か、あの追われてた人やな。あら、まあ、さっきこわもての男の人に追われているのを助けてあげた。あら、まあ、あら、まあ、さっきこわもての男の人に追われているのを助けてあげた。僕を助けた。あら、まあて。そうか、あの時あの男に話しかけられてた人だね。助けてくれてありがとう。今のは前行ポイント低い。まだ近くにいるのかい。前歩下がってもおかしくない。今のはちょっとやるべきではなかった。あの男の人なら私が見当違いの方向を探すように仕向けてやったわ。あ、ごめん、それは嘘。それは完全に嘘。なんなら後を追わせた。